どうも皆さんこんにちは。劉備がチャームポイントのゆずきゆかりです。 SCP 紹介の前に一つだけ用語の解説を行います。今回現実改変という用語が登場します。言葉から想像できるかもしれませんが、世界を変えるような能力を指します。どれほどの範囲をどのくらい自由自在に変化させられるかはオブジェクトによって様々です。ごく限られた範囲で法則に従った変化をもたらすものなら対処法も確立しやすいですが、そうでないものは非常に厄介な存在と言えます。まあこんなところですかね。 SCP 記事を楽しむ分にはこれで大きな問題はないと思います。それでは SCP 紹介に入りましょうか。今回紹介するのは SCP-425JP です。メタタイトルは草食い柳、オブジェクトクラスはユークリッドです。まずその異常性について説明いたします。 SCP-425JP は一本の柳です。見た目は普通の柳とほとんど同じですが、根っこの先が様々なコンピュータ端子に類似した形状をしています。この端子を用いて電子機器に接続することが可能です。これらの端子の表面には CH2800 草食い柳という文字が表記されています。誰かに作られた存在なのでしょうか。残念ながら製造者の有無、詳細に関する情報はありません。この柳は名前の通り草木を摂取することでも養分を得ることができます。と言っても地面に生えてる草木ではありません。漢字の部首の草木を吸収します。この柳の写った画像を添付した文書、もしくは根っこの端子をつないだ電子機器の文書から植物に関する部首が消滅するんです。それに伴って柳は成長しますが、この時文書の変化に即した現実改変も発生します。あまりピンとこないかもしれませんね。具体的な例として実験記録を見てみましょう。最初の実験です。草を食べるその牛という文章に SCP-425JP の画像を添付しました。結果文章が早を食べるその牛に変化しました。用意していた牛の外見に変化はありませんでしたが、周囲の生物の内因性リズムを吸収する能力を獲得していました。まあつまりこういうことです。変化した文章の通りに現実が改変されるのです。この実験ではその牛と指定していますが、もしも指定する語句がなかった場合、どの牛がこの能力を獲得したのでしょうか。まさか世界中の牛が。そんなこともありえるのが現実改変能力の恐ろしいところですね。次の実験では先ほどの文章に加えて苦い食べ物を T41567 に食べさせたという文章を試しました。結果牛は前回の実験と同様の能力を獲得しました。 T41567 は腹痛を訴えました。体内から賞味期限を著しく過ぎた何かが発見されたそうです。複数の文書にも同時に影響が出るようです。この柳の画像が拡散されたりしたらと思うとゾッとしますね。根っこの先の端子に関する実験も行われました。牛の文書と「あそこのリンゴの苗」という文書を保存したコンピュータに端子を接続したところ、どちらも変化が生じました。リンゴの苗はリンゴの取れる田んぼに変わったそうです。接続した電子機器内の全ての文書に影響するのでしょうね。 SCP-425JP は土壌から効率的に養分を吸収することができず、物資を吸収させる方が望ましいことも判明し、特別収容プロトコルが更新されました。 SCP-425JP は植物収容セルに収容し、1日に1度コンピュータに特定の文書を保存して給仕を行います。外部と接続された機器に SCP-425JP を撮影した画像を保存したり、根っこの端子をつないではいけません。食べさせている文書はおそらくですが、無意味で現実改変の起こらないものなのでしょう。
これで安心ですね。台風が収容サイトを直撃し、一時的に停電してしまいました。予備電源への切り替えのため、担当職員が収容セルを離れた際、SCP-425-JP が収容セルを破壊しながら根を伸ばし、ネットワーク接続済みのコンピュータに接続しました。大変です。幸い、職員がすぐに気づいて根っこを引き抜きましたが、この報告書を含めて3個の文書が捕食されました。文書の根幹部が影響を受けることはなかったようですが、一体何が起きるのでしょうか。アクシデント以降、SCP-425-JP は急速に老化し、2日後に倒木しました。数分後、内部から20羽以上の白ウサギが出現しました。ウサギの出現に伴い、SCP-425-JP は消失してしまいました。このウサギも、同様の異常性を持っている可能性を考慮されましたが、食事にかける時間が短いこと以外、一般的なウサギと差異はなかったそうです。現在はこのウサギたちが SCP-425-JP として収容され、通常のウサギと同様の手順で飼育されているようです。以上、SCP-425-JP 早食いウサギでした。アノマリーの保護も財団の使命の一つですが、自滅されてはどうしようもないですね。ちなみにこの柳、とある旅行中の男性が友人に写真を送る際、山中の木々の一部が消失したことで存在が明らかになりました。山林に来てますとか書いていたんでしょうか。今回の動画はこれで終了です。お付き合いいただきありがとうございました。